都内では飲み物などを提供するだけのカフェではなく、足湯も体験できる新感覚のカフェが増えてきています。都会の新たな癒しスポットとなるのでしょうか。去年秋にオープンしたもみの湯上野店は、マッサージ店が運営するカフェで、お茶を飲みながら5分間の湯もみサービスが受けられる足湯カフェなんです。女性客から家族連れまで客層は様々ですが、半分以上はリピーターだといいます。都会の中にある足湯というので珍しくて利用させていただいてますけども、会話も弾みますね。すごい体温まってる感覚があって、私も実際に体験させてもらいました。まずはお湯の温度に慣れるように足を流してから入ります。お湯の温度は41度ということなんですけれども、足元から本当にじっくりと温まります。店舗の 2,3 階部分はマッサージ室がありますが、足湯は気軽に利用できる点が売りだといいます。やっぱりマッサージ高いというお客様多いので、足湯でお試しにという感じでいらっしゃる方多いので。お湯は循環式で衛生面にも気を配っているということです。一方こちら、おじいちゃんやおばあちゃんの百貨店として知られるこちらのビルにも足湯カフェがあるんです。大田区にある大新百貨店に2年前にオープンしたのがカシュカシュカフェ。客の7割以上が50歳以上のこの百貨店は、温泉が好きな高齢者に近場の温泉という気分を味わってもらおうと始めました。近場の温泉だと思えばね、楽しいですよ本当に。母にもずっと元気でいてほしいので、こういう場は私も喜んで付き合ってます。お買い物以外でもくつろいでいただこうという空間を作りたいということで、足湯という形をちょっと作ったんですね。さらに歌舞伎町の中にも靖国通り沿いに同じく足湯カフェが2年前にオープンしています。野村総研首席コンサルタントの立松さんは、高齢化や健康志向の高まりでこうした癒し系市場は増えてきていると話します。単にその足を温めたいということではなくて、その一定の30分とか1時間という時間をこうリラックスした雰囲気、その経験を買うために、こういうところが今支持されているということだと思います。リラックスしながら語り合える足湯カフェ、癒しを求める都会人にとっての一つのオアシスとなりそうです。